今日最終回らしいよこの番組。みんなが笑顔になるような曲入れてよ。頼むよ。明るく行こうぜ最後ぐらい。楽しかったよ。暗い。もう会えなくなるなんて冗談でも言わないで。なんでそんなこと言うんだよ。君がいなくなるなんて考えもしなかったなんて。ここは触るな、ここは触るな、ここは歌ってんだ、ここは触るな。甘い心地を日々味わいながら何もしなくて、股間を触る、股間を触る、指先触れるたび、掴むな、笑顔でごまかして、恋に落ちてみた。結構な感触がちょっと先ほどもっとそばにいて二度と落としなかった。結構いいもの持ってる。なくなりなかった。キルイさん、キルイさん、最終回からそうだ、最終回からそうだ、最終回からだ。ズルのさ、あ、どうもお邪魔しまして。あ、お邪魔しました。お邪魔しました。どうも、どうも、なんか木曜に切りまく。最終回なんですか。そうなんです。僕全然知らなかったやりにくいやつだ。最終回、こんな感じでいいんですか。改めまして、本日のゲストは鶴野武さんです。いやよく来てくださいました。本当にすいません、ありがとうございます。すいません、こんな時に。いや、本当に最終回なんですか、これ。本当の本当です。本当の本当です。すいません。あ、いいんですか、僕、本当、こんな、なんかもうちょっと、なんかちゃんと僕、あのスタイリストもすぐらい私服できちゃったんですけど。そんな感じですよ。そうなんだ。僕らこのカラオケルームでいろいろやってきたわけなんですけど。すごい、ここ鶴間さん、カラオケとかって行かれたりすることありますか。あのですね、あの最近カラオケの使い方は途中で家族で、あの子供が僕多いんですよ。いや、おります。イクメンとして有名ですからね。なので、あのレストランとかでね、例えばご飯とか食べたら周りの方に迷惑かかるじゃないですか。元気だと。そうなので、カラオケルームって結構最近ご飯美味しいじゃないですか。すごく。そうですよね。だからご飯を食べに来て、でついでに歌って帰るみたいな使い方を、させてもらってますけどね。ならではの使い方、うん。お前たちの挑戦を待っている。点数ぴったり歌いました。だって最終回だ。はい、ゲストに名曲を歌っていただくこのコーナー、鶴野武さんには曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 に搭載されている分析採点3で歌っていただきます。なるほど。視聴者の皆さんも分析採点3で歌っていただき、ぴったり同じ点数が出た方に抽選で素敵なプレゼントを差し上げます。さあ、鶴野さんがおすすめする名曲は何でしょうか。ですね、今回は、ジギーのグロリア。ジギーさんも。ジギーさんちょっと世代じゃないんですよ。あれ嘘。あの見つめながら、うまっ。当てにならない安くを占えば、いつもよりは少しマシなはず。泣き出しそうな空の下でも、全部難しいね、これ。すごい。
高い。92.5 やろ。さすがだ。すごい。さ苦い顔してんの意味わかんないんだけど、すごいうまい。92点。まあ初見だったらいいか。全然すごいですよね。超すごい。ゲストクイズ。はい、これからゲストにまつわる数字クイズを出します、はい、で正解から一番遠いメンバーには歌ってもらいますが、ビリにはタダでは歌わせません。さまざまな試練を乗り越えて歌ってもらいますということで、鶴野さん問題の方よろしくお願いします。なるほど、これ数字にまつわる問題ですね、はいはい、僕の母親今64歳なんですよ、はい、64歳、はい、で、孫が今何人いるでしょうか。ほーなるほど、孫か。鶴野さんもね、まずお子さんがまず多いですもんね。うちは僕のヒントとしては4人ですね、僕は、うん、それで兄弟が何人いるかですよね。うわ、鶴野さんの兄弟、うん、性欲強そうだな。おい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 、何のイメージ。そう、でも実際強いのよ。おいおいおい、乗っかんなくていいんですからね、今の。皆さん整いましたでしょうか。はい、はい、では僕たちゴールデンボンバーのメンバー一斉にオープンしましょう。いきますよ、せーの、ドン。14。お、10。一人だけちょっと多めだね。俺もみんながみんなこうもうお子さんを授かっていて、うん、そしてもうあの一人っ子じゃないとか考えたら、うん、こんぐらいいっちゃってたら面白いな。鶴野さん、正解の方の発表をお願いします。はい、正解はですね、13人です。すげえ、多いっすね。うわー惜しかった。すごいね。うちの下一つ下の妹がいて、それも4人なんですよ。おお、すげえ。でその下3人で、うん、その下2人、はい、で合わせると13人。いやーすごいわ。ということで、はい、出ましたね、正解から一番遠いのはダルビッシュ健二。あらら、あら、マジかー、ダル君だ。本当に多かったんだ、普通に多かったんだ。それではクイズの不正解者ダルビッシュ健二に歌っていただきましょう。いやー、まあ、せっかくなんでね、鶴野さんにちなんだ曲にしたいわけなんですけれども、はいはい、何にしましょうかね。僕ら世代のバンドで、はい、ボーイ。あー、はいはいはい、はい、いいですよ。のノーニューヨーク。はい、はいはいはい、これはいい歌、本当に歌いたいけども。そうなんですよ、こいつですよ。そう、歌ってもらう前にこの悪魔の口ボックスから指令カードを1枚引いてもらうわけなんですよね。ここのところ最近この角度でよく君を見てるんだよね、俺。そう、しかも最近痛いのが多いんだよ。じゃあ引いてください。さあどんなのが来るかな、何が出るかな。ラストダンスは私と。ほう、なんだ、意味がわからない。いやいやいや。さあ、番組最後の試練です。こちらの指令に従って即興の振り付けで全力で歌を表現してください。あ、これあの面白くしなきゃいけないやつだ。シャワーを浴びて、ゴロンを叩き、ウィンクひとつで、ロードイユー、シーザビューティーフェイス、ワンディーシーザビューティーフェイス、メイクハミヨン、ユーホー。私は住人の声を一気に聞けますよ。ちょっと待ちに来たよ。顔で、シーザビューティーフェイス、
シーダビューで難しいお花をちぎるスナック菓子パリ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 ニューヨーク推しになるだけペレシュートあ素晴らしい素晴らしいあ素晴らしいスナック菓子ってなんだよスナック菓子ってなんだよはい、つるのさん何かお知らせとかありましたらお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、来たる5月27日ですね、僕ちょうど40歳なのか5月26日なんですけども、その次の日に、ですね、つるの歌の今までのカバーのシリーズの3がですね発売になります。お強く抱きしめて、今回ももうたくさんの名曲をちょっとお借りしまして、あのいろんな世代の方に聴いていただけるようなアルバムになったらいいなと思って一生懸命歌わせてもらってますので、はい、ぜひ皆さん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ僕たちがいるここジョイサウンド品川港南口店にはゴールデンボンバースペシャルルームという部屋があります。実際に僕たちも見てみたわけなんですけれども、まあ、サインとか落書きとかいろいろしたんですけど、皆さんどうでしたか？とても豪華な部屋、すごいプリントがされていてですね、本当にお金がかかってそうですさらにオリジナル缶バッジやクリアファイルがもらえるキャンペーンを実施中です。ということで本日のゲスト、つるのたけしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ16回にわたってお送りしたゴールデン名曲劇場、ついに今日で最終回です。おお、そんな雰囲気出てたよ。だいたい分かってたの。あっちゃうのか、続きはしないよね。おい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 、カラオケで遊ぶっていうのがね、このテーマだった番組だったんですけれども、うん、今まで16回やってきて印象に残ったこととかありますかね？カラオケ、まあ個人的にはちょっとあの、まあ今回あの歌広場さんがね、はい、司会ということで非常にやりづらかったなと思ってましたね。最後に言うことじゃなくない？そう、16回中16回やりづらかったね。全部じゃん、全部だよそれ。キルミさんいかがでしたか？でも本当に普段僕が司会人役割になったりするところね、司会としてやってくれてね、なんかあやっぱ純くんが印象残ってるんだよね。あのドリームファイブさんの時にね、こう純くんがこう裸でこう胸をバチバチやったらものすごい後になって、もうドリームファイブみんな弾いてたってのがやっぱ一番僕印象残ってる。あれすごかった。あれ俺オンエア見たけど笑ってんのキルミさんだけだったから、その見た瞬間にこれ思い出し笑いすると思ってこれ絶対これ記憶に残るこれと思って。うわ、そんな笑いにシビアなキルミさんをそうさせるとはね天才だよあんたはまたいつかお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。